ジャン、ユウイチは、岐阜県高山市出身の日本の俳優、カニザ、身長173センチメートル。2020年7月より、本名の中田ユウイチからジャン、ユウイチに改名。1970年、岐阜県高山市清美町出身。高校卒業後、大阪にある全国主有連大学にて、種類に関する基礎知識を学ぶ。その後は、静岡、 東京で種類流通業や外食産業の仕事に携わる。日課ウイスキー本社にある直営パブレストランでの勤務当時、ジャパニーズウイスキーの生みの親である竹鶴正隆の2代目マスターブレンダー竹鶴、竹子氏が全国シビックトゥモローの取材を受けた際に行きつけのバーのバーテンダーとして撮影に参加。竹鶴氏お気に入りのダブルの水割りを作り、 死と共に紙面に掲載される。1993年帰京、実家の中田支店勤務。ビールのソムリエと呼ばれる、社団法人日本地ビール協会認定ビアテイスター、ジャッジクラスの試験に合格。ビアテイスターとして、マップルマガジン、日田鉱山版に2ページにわたり、特集が組まれる。1998年、劇団無人社入団。2007年、当時所属していた。 高山青年会議所にて、創作演劇、明日への扉を、会議所メンバーと企画。児童、生徒ら50名を超える出演者を募り、2012年までに3期に渡り開催。1期1回限りの公演で来場者は、毎回1000人に及ぶ。2011年、演劇プロデュースユニットの劇団対応を旗揚げ。2014年、韓国チェジュ島での J10 平和祭にて、 一人芝居、朝鮮通信誌、リゲーが招待を受ける。2018年、リゲーの故郷、韓国ウルサンでの創作ミュージカル、リゲー、その不滅の道に特別出演。同年、飛騨の百姓一騎を演劇にした、二人芝居ファイト、大原騒動を制作。タウン市の月刊サルボボで、関東特集が組まれ、ケーブルテレビのヒットネット部では、 1>, 1日2回の放送が15日間にわたり行われる。ありがとうございます。